マグネンティウス・フラウィウス、マグノス・マグネンティウスは、ローマ帝国の定位産脱者である。弟に、デケンティウスがいる。マグネンティウスは、アムビアニの出身で、ブルトン人の父とフランク人の母との間に生まれた、ゲルマン人である。幼少時に、ローマ軍によって、捕虜とされたが、後に軍人として、身を起こし、プロテクトルなど、ローマ軍で養殖を務めるまでになった。 350年1月18日、コンスタンス一世に対して反乱を起こしたローマ軍団によって皇帝として宣言された。マグネンティウスはコンスタンス一世を捕らえて殺害し、弟デケンティウスをカイサルに任命した。しかし、コンスタンス一世の共同皇帝コンスタンティウス二世と対立し、351年にコンスタンティウス軍とムルサの戦いで敗れ、 イタリアへ敗走し、353年8月11日リオンで、自殺した。そして、それを告げられたデュケンティウスも翌朝8月12日、首を吊った姿で発見された。コンスタンティウス2世、コンスタンス1世兄弟の父コンスタンティヌス1世の、イボテーフラウィウス・ユリウス・コンスタンティウスと最初の妻、ガンラの娘の一人と、ユスティスという男性との間に生まれたユスティナを、 妻としていた。マグネンティウスとユスティナの間には、子供はなく、ユスティナは、マグネンティウスの死後、ウアレンティニアヌス一世と再婚した。松原2010、マグネンティウス、AB 南川2013、P93。ありがとうございます。